はいどうも、マナム18号でございます。甲子園球場着きました。はい、阪神タイガース4連勝中でございます。はい、最近の阪神タイガース負ける気しません。今日も勝って5連勝といきましょう。今日先発伊藤将司投手頑張ってくださいということで、ちょっとね、時間がギリなんでさっと行きたいと思います。はい、それではね、今日も勝ちましょう。交流戦甲子園最後勝って締めくくりましょう。それでは甲子園球場行ってきます。待ちます。ギリつきました。ライトスタンドつきました。間に合った。もう試合がね、始まりますわ。今日ほんまにギリギリでした。はい、とれ、応援頑張ります。まだ続くで。あ、行ったんじゃん。大山、行った。すごすぎるやろ。すごすぎるって大山。うわー、マジでこれ。山、誰か大山止めてくれ。さ。球場飯のお時間でございます。まあ、ちょっとね、雨が降ってますけども、行きましょう。今日はね、まあ、これ何回も、まあ、食べたことありますけども、はい、近本選手のさっぱり牛カルビ丼ということで、何回目、まあ、うまいんで、はい、じゃーん。おー、はい、お肉はこんな感じでございます。うまそう。はい、この玉ねぎが、近本選手の出身淡路島さんということで、これが美味しいですよね。このうまそうなカルビ、いただきます。大丈夫か。うまっ。止まらん、止まらん。いや、まだこんなんかやろ。たぶんこんな肉やのにさっぱりしてますわ。この淡路島産の玉ねぎが実はね、球場飯でベスト3から1位が糸井さんのハラミ丼で、うん、まああと1個ぐらい言っとけよって感じですけども。
はいはい、ということで阪神タイガース5連勝ジャイアンやりました。はい、5連勝でございます。6月入って負けなしでございます。これ交流戦優勝、いやマジでありえるんちゃう。これ大げさな話じゃなくてありえそう。あ、まあ今日はね、なんと言いましても、大山選手ですよ。まあ今日はっていうかね、今日もですね、サトテルのタイムリーヒットの後に大山選手、ランナー2人置いてスリーランホームラン、6月入って5本目ですよ。5日間で5本ですよ。6月入って6月30日あるから、このペースだと6月30本ペース、とんでもないことしそうやで。ここにおると思ってた。やったな、大山くん打ってくれたな、大山選手。な、見てた、ちゃんとホームラン。めっちゃ絶好調やん。どうした大山選手最近。まあ多分練習しようとしてるんじゃん。練習しようとしてる。あ、ようやく大山選手練習しようとし始めたらしいですよ。あ、なるほどな。今までは練習してんかったんか。練習でさ、ホームラン打とうとしてるんじゃ。練習でホームラン打とうと、ようやくホームラン打とうと思い始めたよな。なるほど、そういうことやったんか。なるほど、それで絶好調なんかね。ありがとう、また教えてな、大山情報。ありがとう、大山選手ファンのちびっこでした。バイバイ、トラホー。バイバイ。そういうことか。それからようやくね、大山選手を練習し始めようとね、してるみたいですよ。いや、練習してるやろ。今度ホームラン打った時なんてね、もう新庄監督もね、ビッグボスもね、こう拍手してましたね。もうそれぐらいね、見事なホームランやったってことですね。はい、ということで阪神タイガース5連勝でございます。いや、これ阪神なんか違う球団ちゃうんか。チームいい感じでございます。まあちょっと雨がちょっとかなり強くなってきたんで、そろそろ、帰りたいと思います。はい、それでは、火曜日からも、ソフトバンクかな、買っていきましょう。それでは、甲子園球場からでした。あれした、トラホー。